動物うんち研究所一日所長の南明奈さん、そして一日研究員の具志堅陽子さんです。どうぞようこそお越しくださいました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どうぞ中央にお願いいたします。トイプードルのちーちゃんです。ちー11歳ですね。女の子です。女の子、はい、とってもちょこんと手の中に収まってますけれども、はい、どんな性格ですか普段。うち、猫ちゃんとあとワンちゃんも一匹いるんですけども、だから末っ子なんですね。もう雑末っ子気質で、もうほんと姫みたいな、とにかく私に構ってという甘えん坊です。いろんなところがなんか突っ込みどころ満載な具志堅さんなんですが、まずは愛犬のご紹介をお願いできますでしょうか。はい、ボクサー犬のですね、グスマンという名前です。はい、とっても凛々しいお名前ですが、もしやこのお名前は、グスマンっていうのは私が世界を取った対戦相手なんですよね。ドミニカのフアン・グスマンという選手から名前を取って、まあ、顔もちょっと似てるかなっていう感じ。とっても凛々しい、本当にね、しっかりとしたワンちゃんです。何キロぐらいあるんですか。今32、3キロあるね。オーバーウェイトになって、なんかこう比べてしまうと大きさが本当に違うので、いやまずすごいな、なんかかっこいいなという感じがいたしますけれども、さあ今日はどんな特技を披露してくれるんでしょうか。私の合図で、お手を凍り伏せゴロンまで、はい、できます。まだ言ってないよ。まだ言ってないよ。待てて、お手お代わり、はい、伏せはゴロン。あー、ちょっとリードがね。すごいね。完璧です。ちょっとドタバタしちゃいましたけど。はい、やっぱりこれどのぐらいかかってしつけされました。どうだろうな、でも結構すぐにできるようになりましたね、家族でみんなで。はい、何を披露してくれるんでしょうか。質問できるかな。ちょっとお座りして、座れ。よし、違う、はい、ジャブ、はい、よし。おはい、これだけです。すごい。ジャブです。すごい、すごい、これボクシングのジャブですね。はい、ジャブです。素晴らしい、なんかさすがといった感じですが、もうこれはすぐ覚えてくれました。これもうだから1歳ぐらいに、はい。グスマン君の健康のために気をつけていること発表お願いします。はいはい、グスマンはこれです。何と書いていただいたんでしょう。鶏のですね、頭をですね、はい、食べさせるんですよ。え、いやすごいですよこれ食べさせたら。え、元気は出るし、はい、一番この白ね、はい、白のこの毛並みがね、はい、きれいく出る。あれがかっこいいんですよ。さあでは実際にそんなグスマン君の腸内フローラ測定の結果どうなっているんでしょうか。はい、それでは発表したいと思います。グスマン君の腸内健康年齢は、はい、こちら10歳7ヶ月ということで、実年齢よりプラス1歳でした。1年多いね。そうですね。いやでもこれは川本先生にちょっと結果を解説していただきましょうか。お願いします。はい、菌の種類の豊かさというところが、まあ、少し低いかなと、つまり種類が、少ないかなというところですね。まあ、腸内フローラーは腸内の中にいる菌種類が多ければ多いほどいいと言われているんです。うん、いろんな働きをする菌がたくさん種類いた方が、お互いに助け合っていい腸内環境を作ってくれるということです。意外と壊しやすいね、お腹ね。だからもうそんなことがねもう分かるんですよね。だからグスマンのあれが、だからどうしたらいいかってもいつも思ってるんですよね。ゲルっぽくなる時多い。あ、そうなんです、うん、なんか思い当たるところがあったということですが、なんだかグスマン君もちょっとショックを受けてるんじゃないかなっていう感じがしますけれども。分かるんですよ、自分の弱いところ。弱いんですよ。でもうんちからそんなことまで分かっちゃうんですね。驚きましたね、こんなにうんちで健康法が分かるっていうことね。やっぱりこれからもグスマンと一緒にですね、やっぱり
過ごしていきたいですよね。ね、やっぱり可愛いからさ、もう家族的なあれですからね、一員だから、やっぱり継続にやっぱり町内のやっぱフロアのやっぱり継続もしたいですね。はい。そうやっぱね、動物は言葉を発することっていうのはなかなかじゃないできないので、やっぱりその飼い主がね、ちゃんと普段から健康管理だったりとか、あといろいろちゃんとこういう保険とかもね、ちゃんと飼い主の責任としてちゃんとしていかなきゃいけないなと思いますので、皆さんもね、愛犬とかね、自分の動物と長く健康でいられるように、皆さんも、ワンちゃん猫ちゃんの健康診断など普段から心がけていただけるといいなと思います。今日はありがとうございました。